こんにちは、新田さちかです。で今日はですね、コラボ企画ということで念願のことこさんとコラボさせていただけることになりました。ありがとうございます。ボディを作るフィットネスだとかいろいろ考えたんですけど、今回はことこさんのオリジナルメイクを私にしていただこうという企画になっております。はい、一方的にちょっとさちかちゃんにメイクさせていただこうかなって思ってやってまいりました。めちゃめちゃワクワクしてます。よろしくお願いします。ということで早速メイクを落としました。いよいよメイクをしていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと人様にメイクするということで、ありがとうございます。アルコールで除菌しますね。私前にハサミにメイクしてもらった YouTube 出したんですけど、私がしたことってほぼない。人にすることないから、ちょっと本当にすごい化け物みたいにしちゃってどうしよう。メイクするとき向かい合うんで一応マスクします。では手も綺麗にしたし、ちょっとやっていきます。はい。さちかちゃん肌がめっちゃ綺麗なんです。肌がめっちゃ綺麗だからなんかあんまりする必要なさそうな。いやもう毎日ちゃんとやってます。普段あれ塗ってます？ファンデーション。塗ってますよ。え、塗ってるの？日焼け止めの上にさらに薄く伸ばして塗ってます。違うないかな。ちょっと塗ってきます、ね。じゃあベースから、はい、シャネルのベース。私さ、いつもさこうやって塗るのよ自分に。すごい。自分のおでこにこうやって塗ってこうやって伸ばすから、はい、ちょっと人にやるのちょっとマジで大丈夫？私マジで肌がピチピチ。いやもう恥ずかしい。今はおいくつですか？今21です。何年生まれ？1998年。一応2000年ではないんですね。2000年じゃないです。2000年の子とかちょっとね、もう普通にいるじゃない。結構びっくりする。びっくりしますね。違うのは1と2で。大学行く時もいつもフルメイクですか？パウダールームあるじゃないですか、枠の。パウダールーム？え、トイレ？トイレじゃないです。7カフェっていう入ってすぐ左のところにソフトクリームとか売ってるところないないない。あります。私の時なかったよ。え、ソフトクリーム売ってる？なんか毎週違う味のソフトクリームを売ってるんですよ。え、絶対なかったと思う。だって私もう5年前だから、ね。パウダールーム？何があるんですか？なんか女優鏡みたいなのが。え？絶対ない絶対ない。6つぐらい置いてあって。マジ？そこでちょっと時間なかった子とかコテで巻いたりとか。すごい。でそこで1限とか時間ない時はしたりして。めちゃめちゃ女子に優しい。知らなかったんだけど。え、行ってみたいとか見てみたい。私普段めっちゃコンシーラー使うんだけど隠すところがない。そんなことないです。使わないです。クマとかいろいろ。いやいや、もうこれはもう全然必要ないです。粉つけます。でも肌がマジで綺麗なんで嬉しい。何もしなくても良さそう。綺麗です。すぐ覚えそう。アイメイクって普段どういう感じが多い？ブラウン系。ちなみにパーソナルカラー診断はしたことありますか？ないんですよ。ちゃんとしたとこ行きたくて。この間行った。そう、私この間行って、なんか今までそう自分が家ベの春だと勝手に思ってたらブルベの冬って真逆だったからびっくりしてるんですよ。私も真逆の可能性ありますね。絶対家ベって思ってるんですけど。いや、わかんない。私はね、全然人のね、そういうの見る目ないからわかんないの。でもインスタとか見てる感じが結構こうナチュラル系が多いよね。ナチュラル系多いだから家ベなんかなと似合ってるし、しっくりきてる。なのでそんなさちかちゃんにも使えるであろうと思って持ってきた。ありがとうございます。はい、これじゃあちょっとやっていっていいですか？お願いします。アイシャドウから。あんまり濃いメイクとかしないでしょ。自分が下手だからできないっていうのもあるので。でもさ、なんかさ、メイクってさ自分の中でこう固定されちゃわない？固定されますね。なんか自分の中でこう、あ、これがしっくりくると思ったらそれ以外やなくなっちゃう。そうですか。選ぶのもそういうのばっかりになっちゃって。友達にプレゼントしてもらって、うん、初めて使うカラーとか全然ありますね。あるある。だからコスメのプレゼントって嬉しいよね。嬉しいですね。人にメイクするのって緊張する？人にメイクしたことある？ないです。私も。私もメイクだってさちかちゃんに濃いかもしれない。私結構いつもアイメイク濃いんだけど。でも目鼻もほんとしっかりされてるから濃いイメージなかったですけどね。いや、めっちゃ濃いの実は。ケバいケバい。
すごいメイクして黄ばくならないのがすごい。またまた。いやまたまた。そんなことないよ。なんか化粧してる顔が好きだからさ、自分の。いや、それはみんなそうですよ。夜も化粧しちゃうから、目の前とかも化粧しちゃうから。涙袋が毛ばくりしてて、かわいいね。眉毛はしっかり入ってますね。そうですか。あんまり普通なさそうだけど。パフパフしてきましたね。あ、こちらコスメデコルテの。やっぱ人にメイクしてもらうってすごい。コスメ知れるのもいいですね。コスデコとかはパウダー結構有名じゃないですか、顔、はい、でも眉毛とかは知らなかったので、シャネルもアイライナーとか知らなかったからすごいと思って、はいはいはい、アイライナーいいよ。ちょっとアイライン引くのちょっと緊張するんですけど、こちらね、かわいいですよ。私とだいぶ顔の系統が違うから。本当ですね。私メイクしたらどうなるのかっていうのが、だからすごい一層ワクワクしました。人にメイクするとやばい方言っちゃうんだな、私。普段アイライン引く？引きます。結構目尻とか垂れ目系ですか？自分の目の形が左右差あるので揃えるために引いてるから。本当に人にメイクするのってこんなに難しいんですね。普段は下まつげはマスカラしない派ですか？そうですね、あんまりしないか、ちょちょいって終わる。じゃあ、今日はします。なんかちょっと目線だけ上で。私も緊張してます、お顔が近くて。すいません、すいませんね。いや、嬉しくて。なんかチークとか、普段結構丸くしてるタイプ。丸顔なので、横に置くのが多いです。かわいい色。不思議なの、でも結構鈴木で伸ばすところ、でもめちゃめちゃ薄い。めっちゃ薄いでしょ。見た感じ超濃い。だから結構ね、血色感が出てかわいい。馴染みそう。アディクションのテラコンタっぽい。結構本当に薄く伸びるので、ね、アイメイクが色濃いかな。輝きじゃあリップはね、さっきつけてたのは結構深い泡になってる。そうですね。リップって本当になんか分かる、難しいよね。ちょっとこれでいってみよう。普通のリップもすごい気に入る。うん、かわいい。今あんまつけてもらっていいですか？うん、もうちょっと唇色。うん。変顔になっちゃう。ごめん。はい。あ、綺麗。できました。え、完成。どうですか？結構早くない？え、早いですね。かわいい。どうですか、どうですか、どうですか？あ、すごい。このやっぱアイメイク、はい、コトコさんっぽいっぽいですか？はい。普段とやっぱ違う？違いますね。そう、全部違う。どうでしょう？完成です。ありがとうございました。一応ニュアンスは同じはずなんだけど、メイクとか、はい、でもやっぱ顔が違うとだいぶ印象も違う。そうですね、うん、やっぱ可愛いわ。いやちょっと可愛いじゃない。いや嬉しい、すごい。まあ、さちかちゃんの普段のメイクをちょっと見てるんですけど、はい、インスタでテラコッタとかオレンジ系。オレンジ系が多いね。はい、どんなメイクでも。いや可愛いですね。もうアイメイクがザっていう感じです。見てほしい。系統がやっぱ違うじゃないですか。です、ね、だからなんかどうなるんだろうって思ってたんですけど、めちゃくちゃ気になりました。本当ですか？はい、ありがとうございます。いやーてか本当に緊張した。私お姉ちゃんとかしかメイクしたことないです。え、じゃあほぼ初をいただいたんですか？そうですね。嬉しい。緊張してちょっと手がちょっとこう震えちゃったんですけど、ね、なんとかできました。私も緊張しましたよ、だいぶ。いやーぜひ次はさちかちゃんのメイクを私にしてください。いいんですか？勉強します。ということで最後まで見てくださって、そしてお付き合いくださってありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、いいね、ぜひ来てください。たくさん待ってるよ。待ってます。